はい、すいません、お待たせしてます。どうぞ。はい。ちょっと預けて。はいはい。あ、わかりました。はい。はい。ご利用は初めてでいらっしゃいますか。はい。ていうか買い取ったら多分いくらになるの。そうですね。それがですね、今こんな状態なもんですから。私たちの市場も全部休会休みになってるんです。なのでその相場が合ってないわけですよ。全然ないんで、地金だけは結局この金とかが上がってるので、これがプラチナでしょ多分。いや普通そうなんですよ。普通上等ってプラチナなのにプラチナって下がってるんですよ。はい。なのでちょっと今売られるのには正直私あんまりいい時じゃないと思ってます。ただそれでもいいいいんです。もうこの木に売りますっていうことであれば見ますけど、うん、売るのにはもったいない。で、これですね、まあ、ここが F で、うん、これが、ここですね、グッド1なので、うん、で、ベリーグッドなので、うん、なんていうか、ものぞとピンっていうわけではないけど、うん、いいですよ。いいものですよ。それで、石目のこと考えて、あれだと、これ合計がなんですかね、ちょっと待ってね。やっぱプラチナ900ですもんね。当たり前ですもんね、普通ね。で、ま、真ん中の中石に 0.5 を使ってあるってことですね。はい、一応これだと、10万出ます。あ、借り入れがってことですか。はい、そうですね。はい、じゃあ7万ほどあ、わかりました。そうですね。必要な金額だけにされるといいですもんね。あ、で、七の仕組み一応ご存知ですか。あ、知ってます。3ヶ月後ですよ、ね。あ、そうです、そうです。で、一応7万だと4400円というのが1ヶ月分なんです。なので、要するに、期限としては3ヶ月後。はい。なので、5月、6月、7月の14日というのが流出期限になります。で、1ヶ月以内に出される場合は、7万円と4400円持ってきていただければ、お客様のお手元に戻るということですね。で、内金をしていかれると利息減っていきますから、もしそのあれですよ、そのちゃんとこうそういうことができるようであればおすすめしてますけど、まあ、今こんな時ですので無理されなくていいです。わかりました。はい、要するにでですね、この期限まで来てちょっと ご事情が出せる状態でないということであれば、1ヶ月分の4400円を入れていただくことで期限の延長ができます。なので手放したくないということであればそうやって期限を延ばすこともできますので、はい、でこの時期はですねちょっとこんな状態なので、で、まあ、全然もともとうち七流れをきちんともう要するに翌日にはないなんていうやり方してないんです。いらなかったら買い取りにしてらっしゃるはずですから、はい、七預かりのその七流れの作業というのは実は規定通りにしてないんです。しばらく待ってますので、どうぞ期限が切れずにお利息入れていただくのが普通は、まあ、ルールですけど、ちょっと少しずれ、今回の場合はずれられても、まあ、でも多分ですね7月には収束してるはずなんですよね。本当ですよね。ね、多分ここ1、2週間でゴールデンウィークの頃には一応ねちょっと落ち着く。だって今ほらずっとまだ人が感染者が増えてる状態、なのでもうほら福岡市も全部あって閉めましょうって言ってるから、この2週間がみんなが真面目にそれを守らんといかん時かなと思いますよね。なので一応どういう状況になってるか分かりませんけど、一応1ヶ月でどうのこうのなるっていうものではないんですが、3ヶ月ですので、はい、ではご利用始めてということで、免許証か保険証か何か身分証明になるものをお願いします。はい、で、これがですね申し込みになります。で、ここにですね郵便番号から書いていただくと助かります。はい、でもうお腹からでいいですよ。はい、はい、で初めてのお客様にアンケートにご協力いただいてるんですが、私どものお店は何でお知りになられました？ネットで、はい、どんな言葉でうちに気づいていただけたんでしょうか。どんなこと、近いっていうか、はい、あ、いやというかこうネットでこう、こう検索するじゃないですか、その時の言葉は近い質屋さん、春町、じゃあ店を知ってらっしゃるってことですね。あ、いや、なんかあ、通るたんびにこう看板とか電柱とか、うるさいほど出てますね。ここ通勤なんですよ。はい、ここを通ってたら矢をなしに目が、ね、止まりますよね。うん、それで、あ、わかりました。はい、じゃあ調べたのはスマートフォンだけど、もともとも電柱広告とか看板とかでよく見てらしてってことですね。はいはい、そうですね、ここは多いですよ、本当にこの通り、だからもう飯塚あたりからも多いです、結局ほら、ここ通って来られるからですね、そうですよね、はい、そうですよね、わかりました。
で、あのスマートフォンで結局もその春町って調べたってことですね。わかりました。こうやって質屋さんの場合は何か物を持ってないとあの利用できない店なもんですから、あの物を持ってらっしゃらない方はちょっとカーテンで買えま、あのいやなのでカーテン厳しいですよ、なんか風とともに去りるの時代みたいな、あれカーテンって昔はあれなんでしょう、あの生地もきっとお金になってたんでしょうね。そうですね、昔のおばあちゃんがカーテンば言うてごらんって、昔の人はいいものをいろいろ持たれてるんですよね。私たち全然持ってないけど、いやいやちゃんと持ってありますよ、ちゃんと。いやいやいや、それよくわからない宝石がなんか、いやいやよくわからない宝石じゃないですかよくわからない、これがいいんですよ。あのね、小平台だけどお値段以上ニトリ、私もニトリのカーテン使ってますよ。ニトリのカーテンではお金稼んじゃもんですよ、ね、それがね真面目な話、エルメスとかからカーテンが出てたりするんですよ。ただ話別ですよ。でもこんな緊急時にですよ、うん、エルメスのカーテンだったら値段出ますとか言ったら絶対もうこうムカッとしちゃうねと思いますよ。やっぱ宝石ですか、ね、やっぱ宝石です。ですかね。そうです。もうこれ、いやだってなんでこれを送ってるのかっていう時は、うん、こういう時に備えてるからですよ。そうですね、でもしかもこれを上手に安く買っとけば、なのでうちはセールとかをしてるんですよ。なるほどね、うん、まあ、そしたらほら、ね、そうでそれがですね、あの結局あのフィリピンとかあのほら、うん、結局よそから来て日本に定着する、うん、そこまで懐が温かくなったらじゃんじゃん買っていかれるわけですよ。なんで買ったらそういうの知ってるから、ね、やっぱりいろんな情勢が変わるってことをね、うん、うん、そう、だからだけどもうみんな知らんけど、なんかミニマムの生活がでどん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 断捨離してよ、ね、いざっていう時持っとかないかんとってって私は思ってましたけどね。だってこんなこと誰も予想してないかもしれんけど、うん、いや戦争は簡単には始まらんけど、うん、これはさ予想できてたと思います、あの SARS、ね、の頃、うん、だって中国の人ほら結構無防備じゃないですか、うん、それとかあとみんな外国によってはハグとかもこうするし、うん、日本人みたいに清潔じゃないって言い方悪いけど、ね、日本人は結構あれ、まあ、でもそれでも私たちもあの SARS が流行った頃手洗いうがいを徹底したら、うん、意外とほら あれ風邪ひかんことだって思った時、あ手洗い大事なんだなって学習しましたもんね。なんかあの別に今ねアルコールは偉いシャバって、いやいや普通に手洗いしとったら全然違いますからでもそれでもあれだけあの感染者さんたちよーと聞いたら夜遊び行きよっしゃもうですよ、ね、ダメですよね。もうあの自分たちだけなら言っちゃうけど、それでほら医療崩壊を起こすわね、なんかみんなちゃんとしてって話ですよね、本当ね。いやだけもう店を閉めてくれって話をね、飲酒のもね、もう 80% あの家賃場あの見るけ、あのほら今高島市長が今日朝言ったじゃないですか、いや初見せんとみんながさもうなんかね緩いみんな緩いで、一人で食べるのが寂しいとか言うけど、いやそんなことないって、一人でいいとって、一人で食べなさいって、こんなこともこんな時ぐらいで、なんかね対面で食べたらいかんらしいですね。なるほどですね、やっぱついつい、うん、横並びがいいらしいです、うん、そう横並びの方がまだコーラ美味しいねって言いながら、これを、うん、でもそれでもここに食べただけ、うん、あんまりおしゃべりしながら食べたらいかんらしいです ね、犬食いはダメよとか昔は言ったのにね、うん、でも確かに禅のお坊さんとかは一言も食べあの話さずに食べられますもんね、うん、そのだけあの理にかなってことよね。そうですね、だってそんなあのものすごく最先端医療がない時から100近くまで全能坊さんなんて長生きされるじゃないですか、ってことはそれが分かっとうとね、あのウイルスっていうのがほらこう、ね、形を変えてもらう、それで流行病があったのは天然痘とかのほら流行病があった時とかいうのはまだ飛鳥時代じゃないですか、でもその頃からね学習できますもんね、だいたいこうやってあのそういうなんか訳のわからない病気がなんかこうね人を支配するみたいな、だからそこで学習したらやっぱ食べ物関係あるなとか水大事だなとかね、だかそれでやっぱ分かるから、やっぱみんなちょっとねそこ考えてもらうってなんですよね、やっぱ鑑定書がないと鑑定しづらいもんですから、鑑定書があった方がいいです今みたいに、そして多分そうだなと思って、でこれとこれが違う場合もありますよね、とかあとはこれが最先端じゃない時があるんですよ、あの古い場合はもうちょっとあんまり、ですよね、うん、あのカットにミディアムなんて書いてあるとかってもう昔のですから、それはもう取り直さないとわからないんですけど、今日はほら7万だったじゃないですか、だけ